宝珠寺合戦は、樹影2年11月19日、木曽義仲が、隠語書、宝珠寺殿を襲撃して、北面武士及び、総兵勢力と戦い、後白河法皇と言葉天皇を幽兵政権を掌握した軍事クーデターである。平安時代末期の内乱、自称、樹影の乱の戦いの一つ。樹影2年7月に入ると、義仲、雪家軍が入京の可能性が現実味を帯び、 7月25日に、安徳天皇が、後白川法皇の御所がある、法従寺殿に行行することとなった。ところが、後白川自身はその日のうちに、比叡山に避難してしまった。これを知った、内大臣、平宗盛は、京都脱出を決意、平清恒、時忠田に命じて天皇及び摂政この江元道、賢治を京都から連れ出すように命じた。天皇と賢治は、六原で、 兵士一門と合流してその日のうちに西国へと落ちていったが、悲通は途中で離脱して、規則院に陰性していた平信則の下に逃れた。兵士以外の苦行のほとんどが臨時に法王御所となった比叡さんの園遊坊に参集し、26日には対策会議が開かれた。後白川は兵士追悼の意向を示したが、 天皇と賢治の返還を優先すべきとする苦行もおり、とりあえずは占領名を模索することとなり、兵士勢力の撤退が確認された27日になって後白河は宝珠寺殿に帰還した。7月28日、都落ちした兵士一門に代わって、吉中、雪家軍が入京する。この日の議定では、兵士追悼を主張する意見と兵士との 和平交渉による天皇と賢治の奪還を図るべきと、する意見に割れたが、この日後白河は、吉中、幸江に、兵士追悼戦時を下すと同時に、院長長官、中原安貞を関東に派遣した。30日、藤原教習、九条か根座、ね、三条実宝、中山忠だか、藤原長報が大事を議定するために招集される。議題は、兵士追悼の干渉。 京中の老石、関東北陸省園への死者派遣についてだった。干渉は、第一、頼朝、第二、吉中、第三、雪家という順位が決まり、それぞれに人国とい換が与えられることになった。京中の老石は、これまで警察権を掌握していた兵士が7月25日にいなくなり、食糧難の中で大軍が入居したことにより、深刻なものとなっていた。 喫煙には、7月26日には、比叡さんの総兵が降りてきた。市内の放火略奪が発生したとある。治安回復、同席の取り締まりは、吉中に委ねられることになる。吉中は入京した同盟軍の武将を周辺に配置して、自らは、中心地である九重の守護を担当した。喫煙7月30日上によると、共中守護の武将と担当地域は、 以下の通りである。荘園への使者下校は出席者全員が賛成した。規定の席上、教習は因伝上で字幕を行うことを提案した。しかし、字幕は天皇の権限に属すると他の出席者が反対したため、教習は発言を撤回した。8月6日、後白川は、兵士一門、当類204人を開館すると、天皇不在の中で、 陰天城樹木を強行し、10日、吉中を樹語医した、左馬刀、越後守る、雪家を樹語医した、ビンゴ神に任じた。16日には、兵士の占めていた3余国の樹梁の樹木が行われる。結果は、陰近神勢力の露骨な拡大であり、金金は人参の体、ほとんど物鏡というべし、悲しむべし悲しむべしと憤慨している。 十六日の時刻で、吉仲は、伊予神、幸家は、備前神に、選た。伊予神は四位上郎の認じられる、受領の最高峰とも言える地位であり、この時点では五白河も、吉仲を相応に評価していたとみられる。五白河は、時田だら、道場、兵士の感触は解かずに、天皇、神義の返還を求めたが、交渉は不調に終わる。やむを得ず、とに残っている。 高倉上皇の御子二人の中から新天皇を擁立することを決めるが、ここで義仲は突如として、持ち人王の子息、北陸宮の即位を主張する。金金が王者の沙汰に至りては、人身の際にあらずというように、この介入は、自転の決めの権限の審判だった。小白川は義仲の意義を抑えるために、大占いを行い、忍宮が再地となった。義仲は、 古三条宮の思考をおぼし、触殺ある上、太志田もていこんと不満を表明するが、20日、言葉天皇が戦争する。賢治のない異例の戦争だったが、教衆が次第を作成して禁止は、儀式は無事に取り行われた。古白川は、義仲の傲慢な態度に行き通っていたと思われるが、平氏追悼のためには、義仲の武力に頼らざるを得ず、義仲に、 平家木官僚百四十四箇所を与えている。吉中に期待された役割は、平氏追悼よりも、むしろ今中の治安回復だったが、九月になると、略奪が横行する。およそ近日の天下武士の外と、追立存命の、計略なし。名をつて上下多く片山田舎等に逃げ去ると、云々。四方皆塞がり、機内近辺の人量、を合わしながら借り取られ終わりぬ。担部の凝らず。 また、京中の片山及び神社仏寺、神奥在家、ことごとくもって追伏。その外的不良の前途を吸い、グルショの症状の運上仏、多少を論ぜず、奇践を切らず、皆、モテ奪い取りを終わりぬというありさまで、治安は悪化の一途をたどった。平家物語には、老石停止の命令に対して、都の死後に認じる者が、馬の一匹を飼って乗らないはずがない。 青田を買ってまぐさにすることをいちいちとがめることも、あるまい。兵糧前がなければ、若い者が片隅で挑発することのどこが悪いのだ。大臣家や宮の御所に押し入ったわけではないぞ、と吉中の開き直りとも取れる発言が記されている。平家物語は、この発言を宝十寺合戦の直前とする。たまりかねた御白川は19日に、吉中を呼び出し、天下生ならず。また、 平氏法律、舞いこと不便なりと責めた。立場の悪化を自覚した義仲はすぐに平氏追悼に向かうことを想像し、後白河は自ら権を与え出陣させた。義仲にすれば、失った信用の回復や兵糧の確保のために何としてでも戦果を上げなければならなかった。義仲の出陣と入れ替わるように関東に派遣されていた死者中原康定が帰京する。 皇帝が伝えた、頼朝の申し状は、平家王領の神社仏寺領の本社への返還、平家王領の隠軍諸家領の本、主への返還、幸福者は残罪にしないというもので、いちいちの申し状、吉中等に聖守からずと朝廷を大いに喜ばせる、ものであった。その一方で頼朝は、志田義弘が上洛したこと、吉中が、平氏追悼をせず、 国政を混乱させていることを理由に、吉中に干渉を与えたことを、ふとしだ言われなしと抗議した。10月9日、後白河は頼朝を本位に服して、斜面14日には、樹永2年10月戦時を下して、東海、東山両道諸国の事実上の支配権を与える。ただし、後白河は、北陸道を戦時の対象地域から除き、上野、 信濃のも、義仲の勢力権と認めて、頼朝に義仲との和平を命じた。高階安常が、頼朝は恐るべしといえども遠ざか境にあり、義仲は当時刑にありと語るように、京都が義仲の軍事制圧下にある状況で義仲の功績をすべて否定することは不可能だった。頼朝はこの和平案を、後白河の日より見てきたえどと見て、中原安さに、天下は、 君の乱さしめたまうと脅しをかけ、吉仲の完全な排除を求めて譲らなかった。一方、吉仲は最国で苦戦を続けていた。うルー10月1日の水島の戦いでは、兵士軍に惨敗し、有力武将の八田の力を失う。戦線が、こ着状態となる中で吉仲の耳に飛び込んで、来たのは、頼朝の弟が大将軍となり、 数万の兵を率いて上落するという情報だった。吉仲は兵士との戦いを切り上げて、うるう10月15日に少数の軍勢で帰郷する。吉仲呪落の方に人々の動揺は大きく、陰中の男女、上下収拾極みなし。あたかも戦場にコールが如としであったという。後白川と頼朝の橋渡しに奔走していた平頼森はすでに逃亡しており、 親鎌倉派の一条、吉康、寿命院元家も相次いで鎌倉に亡命した。吉仲の帰郷に慌てた院の周辺では、吉仲をなだめようという動きが見られた。藤原藩期は、吉仲は、法王が頼朝と手を結んで自分を殺そうとしているのではないかと疑念を抱いている。吉仲の疑念を晴らすため、また兵士追悼のために、法王は、 はり国に臨行すべきであるという案を出す。高品安恒、静則も賛同するが、この案が実行に移されることはなかった。20日、吉仲は君を恨み立て祀ることに過剰として、頼朝の上落を促したこと、頼朝に受栄二年十月戦時を下したことを挙げ、生涯の遺恨であると後白川に激烈な抗議をした。吉仲は、 よりとも追悼の戦時内子考教書の発給、志田義弘の兵士追悼氏への起用を要求するが、小白川が認めるはずもなかった。義仲の敵はすでに、平氏ではなく、よりともに変わっていた。19日の現氏一族の会合では小白川を報じて、関東に出陣するという案が飛び出し、26日には、幸福寺の首都に、よりとも討伐の命が下された。しかし、 前者は行江、現行長の猛反対で潰れ、後者も使徒が勝因しなかった。義仲の指揮下にあった、京中守護軍は、瓦解状態であり、義仲と行江の不和も、公然のものだった。11月4日、源義経の軍が、沼の輪の席にまで達した。義仲は、頼朝の軍と私有を決する覚悟をしていたが、7日に、 なって、吉中を除く雪家以下の源氏諸将が、隠語書の警護を始める。頼朝軍入京間近の方に力を得た、院周辺では、優和派が必須し主戦派が台頭していた。区間省によると、北面下郎の平友康、大江校長が、頼朝軍が上落すれば吉中など恐れるに足りないと、進言したという。特に友康は、 伊勢大見和軍の託戦を受けたと称するなど、主戦派の急戦法だった。8日、陰川の武力の中心である雪家が、重大な局面にもかかわらず兵士追悼のため刑を離れた。後白河と吉中の間には緊迫した空気が流れ、吉中は、吉常の手勢が少数であれば、入教を認めると妥協案を示した。16日になると、後白川は、 延暦寺や恩城寺の協力を取り付けて、宗兵や石投げのフロー民などをかき集め、堀や柵を巡らせ宝珠寺伝の武装化を進めた。摂津源寺の忠行綱、美濃源寺の源の三つながらが、味方となり、圧倒的優位に立ったと判断した小白川は、吉中に対して、最後通帳を行う。その内容は、直ちに、兵士追悼のため再稼せよ。前に背いて、 よりとも軍と戦うのであれば、戦時によらず、吉仲一臣の資格で行え、もし京都に投留するのなら、無本と認めるという、吉仲に、弁解の余地を与えない、厳しいものだった。これに対して吉仲は、君に背くつもりは、全くない。よりとも軍が入京すれば戦わざるを得ないが、入京しないのであれば、西国に下校すると返答した。 金金は、吉中の申し状は、恩憫なものであり、陰中の御用人は法に過ぎ、王者の行いではないとしている。吉中の返答に、ご白川が、どう対応したのかは定かでないが、十七日夜に八条院、十八日に、上西門院、両古内親王が、法珠寺殿を去り、北陸宮も蓄天、入れ替わるように、言葉天皇、主格法親王、円形法親王。 天台座す、明雲が五所に入っており、吉中への武力攻撃の決意を固めたと思われる。十九日昼の時、金根は黒煙を天に見た。猿の時になって入った情報は、官軍ことごとく負けいさをし、法王を取り立て祭りをありぬ。吉中の子卒等、歓喜限りなし。すなわち法王を五条東動員の摂政帝に、渡したて祭りをありぬというもので、 金金は、夢か、夢にあらざるか。コンパクト退散し、万事をボイズと行転した。この戦いで、明雲、遠慶、邦神堂、源、三永、公共不死、藤原信行、清原親行、源、元国などが戦死した。喫きは、後に聞くとして、五所の紙面、皆ことごとく放火、その煙弁に、五所中二十万。 万人迷惑、吉中軍ところどころより破り入り、敵対する当たわず、法王見越しにがし、東を指して臨行。三階の苦行十四人、あるいは馬に暮らし、あるいは歩はう地方へ逃走。運格以下その数を知らず、女房等多くもて裸形と戦場の混乱を、記している。騎手の吉田恒ふは、筆端及びがたしと言葉を濁しているが、慈縁は、 具干渉に、明雲、円形、宝神能について詳細に記している。金根は、未だ騎士構想の核のごとき何に送付を聞かずと、外端した。隠語者の襲撃は、平時の乱の前例があるが、藤原信頼の目的はあくまで、神勢一派の捕湖だった。今回の襲撃は法王自らが戦意を持って、兵を集め、吉中も、また法王を攻撃対象とし、 因を守護する官軍が、武士により官府なきまでに叩き潰されたという点でかつてないものであり、およそ40年後の上級の乱に先駆けるものであった。11月20日、五条河原野で、元校長以下百余の首がさらされ、吉中軍は勝ち時の声を上げた。21日、吉中は松戸の元房と連携して、世間のこと松戸のに申し合わせわせ、 舞子と沙汰を言ったすべしと明二22日、元房の子、鹿を内大臣、摂政とする、区靴政権を受立した。元房は、鹿の摂政就任を後白川に懇願して断られた。経緯があり、娘の意志を吉中に嫁がせて、復権を狙っていた。28日、新摂政鹿が下し踏みを出し、全摂政 奇通の計量80予想を吉中に与えることが決定された。これについて金金は狂乱の夜なりとしている。同日、中納言、藤原浅賀大下43人が開館された。ありがとうございます。